サウスエンドグラウンズはアメリカのマサチューセッツ州ボストンにかつて存在した野球場である。現在の MLB アトランタブレイブスの全身球団の本拠地だった。1871年、初のプロ野球リーグナショナルアソシエーションが誕生し、ボストンにもレッドストッキングスというチームが誕生。レッドストッキングスの本拠地として5月16日にサウスエンドグラウンズが会場した。 ナショナルアソシエーションが1875年限りで解散すると翌年からチームはナショナルリーグへ移籍。チーム名をレッドキャップスビーニーターズと変えながら1887年まで初代サウスエンドグラウンズでプレーした。9月10日に1887年シーズンの試合が終わると新しい球場に作り変えるため初代サウスエンドグラウンズは解体された。 二代目のサウスエンドグラウンズは翌1888年5月25日に会場。日本の小島で飾られた巨大な二階建てのグランドスタンドがホームベース裏にそびえ立ち、さらに左右両、ファウルライン沿いと宇宙間にも屋根なしの観客席が設置された二代目サウスエンドグラウンズは当時としてはかなり壮大な球場だった。収容人数は6800人。 1894年5月15日、宇宙館観客席の下で、子供が火遊びをしていたところからどんどん火が燃え広がり、球場とその他117棟もの建物が消失する大火災に発展。ビーニーターズはコングレスストリートグラウンズを仮本拠地にして日程を消化しつつ、急いで新球場の建設に取り掛かった。 新球場は2代目サウスエンドグラウンズの焼け跡20週間をかけて建設され、7月20日に開場した。全球場が保険に加入していなかったために資金が不足し、完成した3代目サウスエンドグラウンズは、全球場よりスケールダウンしたものとなった。外野の広さは、左翼250フィート、左中間445フィート、中堅440フィート、 宇宙間440フィート、右翼255フィート。ビーン・イーターズはその後ダブス・ラス・ラーズ・ブレイブスとチーム名を変えながら1914年までサウス・エンド・グラウンズでプレーした。同じボストンに本拠地を置くレッドソックスが1912年鋼鉄とコンクリートで作られた新球場フェンウェイ・パーク移転。これに触発された。 ブレーブスオーナーのジェームス・ガフニーが新球場建設を決め、1915年3月20日に建設を開始。ブレーブスは1915年のシーズン前半戦はフェンウェイパークを曲がりしてプレー。後半戦からは完成した新球場ブレーブスフィールドへ移転した。ありがとうございます。